はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、芋焼酎、また芋焼酎の、ワンカップ。鹿児島焼酎の小鹿、25度です。原材料がさつまいもと米麹の芋焼酎と。小鹿酒造株式会社、鹿児島県、かやしですね。うん。もう特に何も書いてない。何にも書いてないですね。知らん。まあいいか。ということでございます。これはね、ネットで買ったんです。うん。ネットで。格安です。ネットスーパー格安。安定の格安。あれ、あそこ確か送料が2000円で送料無料になるからだったっけな。何千円だったかで無料になるんで。あそこもなかなかいいですけど。まあ、やっぱり、どこだっけ？あそこは一番いいですね。山屋ね。山屋のネットスーパー。あそこが確か3000円で無料になる。品揃え的に言うと、ウイスキーの品揃え的に言うと、多分、山屋の方が、いろいろ売ってます。それじゃあね、乾杯。うわ。芋だ。うま。ん？お？ん？ん？ちょっとなんか、癖っていうか、香りがなんかちょっと、あれだな。変わった香りするな。うん。割と、スッとなんか、口に入れて、ピリッとくるんだけど、しばらくすると、スッと消える。なんか、あれが。急にマイルドになる。あ、面白い。あ、てか、すごい。なんか飲んで、最初一瞬だけ、こう、ピリッと来た後にシュッとこう、スーッと入ってくる。水みたいに。あ、面白い、これ。あ、芋だなと思ったら、喉の奥がこう、熱ってなって焼けるかなと思いきや、スーッと喉に入っていく感じ。これ結構すごいぞ、これ。小鹿のこだわり。それは自然の、への感謝の心。焼酎作りに欠かせない清らかな天然水はまさに天の恵み。さつまいもを豊かに育てる大地の力。あ、これすっげえ飲みやすい。これマジで飲みやすいな、これ。この焼酎。芋焼酎にしたらすげえ、全然辛くない。常温のストレートでこれ飲んで、この、スムースさはすごいぞ。これはすごいですね。うわ。しかも結構、芋の香りはそれなりにするから、ああ、芋だなってなるけど。全然口当たりがすごいまろやか。というか、喉越しがなんか全然なんか、スルーっと入ってくる。原料がさつまいも過去黄金千貫を使ってるらしい。で、麹が白麹。まあ、白麹。だとは思ってましたけど。白麹でここまで、スーッと、飲み口が、スーッとなるのは、珍しい。
今までこんな白麹の芋焼酎飲んだことない。マジで。ここまでスーッと来るのは。すごいこれ。水みたい、本当に。悪いけど。これ芋焼酎好きな人一回飲んだ方がいいぞ、これ。多分。まあ、飲んでない人ね。これを飲んでない人、飲んだ方がいいぞ。すごい、これ。これロックでいけるろ、これ。これかなりロック合うんちゃうか、これ。おい。これ合うのロックだろう。ロックにしたら多分ほとんど味しないぞ、これ。本当に悪いけど。香りはあると思うけど、ほとんどの、あの、喉越しというか口当たりとかは多分、すごいと思う。わ、すっげえ、ほんとにすごい。25度か、これっていうぐらい。あの、喉のさ、あの、さっき俺、あの、焼酎のほら、宝の焼酎の宝子飲んで、あれすげえ、まあ、あれもまろやかだったけど、これほどじゃないですよ。すごい喉がね、あの、それなりにこう焼けてましたから。これ全然焼けてこないもんね。すげえな、これ。もう焼酎かよ、これ、ほんとに。しかも黒麹じゃなくて白麹ときたもんだ。すげえ。これは地味にすごい。これ地味にちょっとすごいな。ちょっと驚いたぞ、これは。いろいろ芋焼酎飲んできたけど、多分、喉越しのなさというか、ピリ、あの、アルコールの強さっていうか、あれの、なんていうかな、口当たりっていうのかな。まさに小鹿の優しさだね。そっから来てんのかな、これ。小鹿のような優しさ。すごい。これこそ、芋焼酎で、あるまじき、しかも白麹仕込みの芋焼酎で、あるまじきこの、おとなしさですよ。これはすごい。これすげえな。結構芋っぽいんだよ、香りは。本当に。あの、俺の一番大好きな、伊佐大山みたいなぐらい芋。芋の香りは非常に強い。だけども、なんか、飲んだ時にこの、ピューって下がるの。飲んで、口に、こう、舌で味わってる時は、あ、それなりだなと思うんだけど、喉に通したときに、ピューってこう入ってくる。わかる？これ。すごい。喉通したらね、もう水みたいに流れてくる。すげえな。やっぱここら辺がやっぱりその、あれなんだろうね。小鹿の優しさなんだろうね。わかんないけど。いやーでも芋焼酎でここまでさ、口、喉越しがさ、すごい、さーって水みたいなのは、
そうそうないぞ。今のところ多分ないぞ。ここまではない。芋焼酎の飲みやすい黒霧島ですらこんなに、喉越しが、水のようなのなんて、じゃないからな。ストレートだよ。しかも常温のストレートでだよ。常温のストレートでこの口の通りってすげえ。喉通りこれやべえだろ。はあ、これはすごいな。もう大体そもそも全体的に口当たりもあれだし、アルコールのこのピリピリ感もほとんどないですね。うん。芋焼酎なんだけど、すごい全然ピリピリっとも来ないし、あんまり。ほとんど来ないですね。うん。すごい。マイルドイズベストじゃないけど、すごいぞ、これ。冗談じゃない。これはやべえな。これ、小鹿売ってたっけな？近くの境売ってるか、これ。いや、これは、びっくり、仰天、水のような焼酎、芋焼酎、発見です。これほどスッキリした芋焼酎、初めて飲んだ。マジで。よし、これ後で。これ後でちょっとロックで飲んでみようっと。残しといてロックで飲もう。うわぁ、これすげぇ、ストレートでここまでのは、ないぞ。お前らちょっと、飲んどけ。ワンカップで、あれ、格安かどっかで売ってるぞ。ネットスーパーで。これ芋焼酎好きな人、一度は飲んでほしい一品ですね。個人的に。うん、結構、香りはね、甘い感じがする。結構強いんだよ、香りは。ただね、うん。水のような口当たりと、喉越し。これは、芋焼酎のこれは、ミネラルウォーターやー。2444です。ご視聴ありがとうございました。